私たちは先月、愛媛県松山市の自宅を訪ねました。こんにちは。はじめまして、畑中です。よろしくお願いします。広瀬純子さん、33歳、山口市小郡の出身です。純子さんは9年前、はるかさんと結婚。以来、はるかさんの地元松山市を拠点にしています。11歳の年の差がある夫婦、2人とも弱視で、生活も柔道もいつも一緒です。夫はるかさんも視覚障害者柔道の元代表選手で、リオと東京2大会連続で夫婦でパラリンピックに出場しています。純子さんにとってのはるかさんはどういった存在ですか？やっぱりコーチとして私の柔道を一番理解してくれているし、視覚障害者柔道っていう部分でもすごくこう分かりやすく、相手に勝つために何が必要かを指導してくれるので、すごくいいコーチですし、あとはやっぱりずっと一緒にいて家族でもあるので、私が柔道を続ける上で気持ちの面ですごく支えになってます。純子さんは過去に2度柔道から離れた時期がありました。小学5年生の時柔道を始めた純子さん、西京高校では1年の時インターハイに出場。しかし19歳の時、病気の影響で目に障害が残り、柔道から離れました。柔道はもうしなくていいかなって思ってたんですけど、見えにくくていろんな諦めたりすることとか、周りの友達と同じようにできないことっていうのが結構多くて、もう一度何かに一生懸命になりたいなと思って、再び柔道を始めた純子さん。8年前、山口放送が初めて純子さんに会った時、夫婦で強化していたのは当時苦手だった寝技でした。すごく、練習自体がしんどいんですけど、ずっと嫌いだったんですよね、寝技が。結婚するまでは。この頃はるかさんは、厳しい練習こそ笑顔でと純子さんに教えていました。はるかさんと結婚するまでは、私の中では道場は笑ってはいけない場所で、厳しい練習をする場所って思っていたんですけど、もう大人なんだから笑って楽しく柔道した方が強くなれるよって言ってくれて、一生懸命やってる中での笑顔っていうのは素敵なものだなって自分の中で思うようになってから、すごく楽しく柔道できるようになりました。組手を組んだ状態から試合が始まる視覚障害者柔道。目の前にいる相手の動きはほぼ見えません。パワーとタイミングで相手を崩し、寝技に持ち込んだ純子さん。苦手だった寝技が大きな武器の一つとなりました。8年前のリオでは、寝技で日本女子初の銅メダルを獲得。夫婦で掴んだ初めてのメダルとなりました。2020年、2大会連続のメダルを目指した東京パラリンピックは、新型コロナの感染拡大で1年延期。目に障害を持つ夫婦にとっては、なかなか外に出られない厳しい環境となりました。道場にも行けないし、スポーツジムも使えないってなると、本当に部屋の中で2人で道着羽織って打ち込みしてみたりとか、庭でトレーニングしてみたりっていう期間が結構ありました。30歳で臨んだ東京パラリンピックでは、3位決定戦で敗れてメダルを逃しました。純子さんはその後1ヶ月余り柔道から離れました。やっぱり東京が終わってから、一旦年齢のこともありますし、子供が欲しいなっていう思いがずっとあって、でただその延期してしまったことによって、3年しか次のパラリンピックまで時間がないので、子供を作ってもう一度選手に復帰するっていう両方の選択ができなくて、どっちを取ろうかなっていうので少し休んで考えました。柔道か、それとも子供か。
病気をしてからいつ何が起こるかわからないっていうことをすごく感じていたので、自分がその時一番したいって思うことをしようって思っていて、もう少し柔道したいなっていう気持ちが少し勝ったので、そのまま現役を続けました。青日本広瀬純子。東京パラリンピック後、視覚障害者柔道は全盲と弱視にクラス分けされ、弱視の純子さんの階級の出場枠は特別枠を除きわずか6人と狭き門となりました。出場枠は国際大会でのポイントで決まります。純子さんは今年4月までの1年5ヶ月の間に10大会出場し、表彰台を逃したのはわずか1回。同じ相手と何度も戦う中で、これまで得意だった一本背負いは相手に研究され、技がかかりにくくなりました。相手のさらに上を行くため、広瀬さん夫婦は新たに大内刈りを磨き、去年12月のグランプリ東京ではその大内刈りで銅メダルを獲得しました。今まで勝てなかった選手にも勝てるぐらい強くなるし、最高世界ランク1位まで行ったので、それはすごいなと思うし、パリパラリンピックではもう一本背負いが復活する予定なので、全員一本背負いでオール一本勝ちできると思います。夫婦で選んだ厳しい勝負の世界。ランドリでは動画で相手の動きを研究した春香さんがライバルの外国人選手になりきって稽古を重ねます。ちなみに今はどこの国の選手になってますか？今はウズベキスタンです。その前はブラジル。動画で今研究できるので、その相手よりクオリティを高くすると純子さん自体は楽になると思うので、力にしろそのテクニックにしろちょっと強めにして、そうすると相手に勝てると思うので、いつも研究してます。ちょっと力だけ強すぎる。目に障害を負って15年、結婚して9年目を迎えた純子さん、夫婦で挑むパラリンピックです。3度目のパラリンピックにかける思い、どういう大会にしたいですか？でもやっぱり悔いが残らない試合をしたいっていうのが一番なので、悔いが残らない試合をして応援してきてくださった皆さんに笑顔になってもらえたらいいなと思います。後悔のないように自分の柔道を出し切りたいっていうのと、やっぱり金メダルを目指して頑張りたいなって思います。いろんなことをご夫婦で考えて歩んでこられた東京からの3年間、だからこそパリにかける思い強いですね。そうですね。3大会連続のパラリンピック、2大会ぶりのメダルへ、二人三脚で磨いた技でライバルをパリで圧倒してほしいと思います。特集でした。